とホテル京都八条は京都市南区にある近鉄グループのとホテルズリゾーツに加盟するホテルの一つ。株式会社近鉄とホテルズが運営。1975年3月25日に新とホテルとして開業。京都駅八条口に面している。東山区ケアげにあるウェスティントホテル京都が高級ホテルなのに対し、 駅前立地ということで、観光だけでなくビジネス利用も視野に入れたホテルである。本館の設計は村の統合。開業時から客室数は京都最多の714室を誇っていたが、2005年には本館南側に新館、サウスウィングと結婚式、チャペル、アクアクリスタルを増築し、合計客室数986室と京都市内は元より 関西圏全体でもトップクラスの客室数を持つホテルとなった。2011年には向かいの京都駅場にホテル近鉄京都駅も完成し、京都駅周辺だけでも近鉄グループが供給できるホテルの客室は1300室を超える規模となっている。運営は当初、株式会社新とホテルを設立して営業していたが、近鉄グループのホテル再編に伴い2000年に、 近畿日本鉄道に合併。別途、株式会社ホテル近鉄京都を設立して運営に当たったが、2006年に近鉄ホテルシステムズに統合されている。京都駅新幹線ホームに面した北側の外壁には、近鉄特急と島スペイン村の広告ネオンが取り付けられており、新幹線利用者に近鉄の存在をアピールしている。 なお、2019年4月のブランド再編で、名称を、新、とホテルから、とホテル京都八条に変更した。2021年3月25日に、近鉄グループホールディングスが発表した、ブラックストーングループへの売却対象ホテル八つの、うちの一つに含まれ、10月にブラックストーンが過半を、出資する会社が、所有者となる見通しである。運営は、 近鉄グループが継続し、施設名、従業員の雇用は維持される予定である。ホテル前の路上には、近鉄バスをはじめ各社の高速バス停留所が設置されていた。元は近鉄バスと奈良交通の奈良方面域が発車していた場所であるが、1990年代に近鉄バスが高速バスを発着させるようになったほか、南海バスなど京都に拠点を置かない事業者もここに、 停留所を設置するようになった。2014年現在では、近鉄バスと南海バスの他に、日本中央バスという高鉄バスも停留所を設置している。この停留所は2015年7月より、日本レンタカー、京都駅東口営業所前へ移設されている。詳細は、京都駅日本レンタカー、京都駅東口営業所前参照。その他交通機関の最寄りは、 以下の通り、ありがとうございます。